ショートショートフィルムフェスティバル&アジアナビゲーターのジェネレーションズフロムエグザイルトライブ片瀬亮太です。僕はオンラインセレクション部門を拝見させていただいたんですけれども、まあそれぞれの作品すごく色があって、楽しんで拝見させていただきました。特に印象に残ったのは、僕はワインが好きなので、あの一本のワインという作品があったんですけど、なんかこうコロナの影響で孤独を感じている人たちとか不安を感じる人たちっていうのは、なんか世界共通でいて、なんか同じ気持ちで世界がこう思ってたんだなっていうのをすごく感じさせられる作品でした。あとはメモリーオブブルーって作品は、なんかクジラの話で、ちょっとこう心が温まるような、そんなところがすごく素敵でですね、またすごく日本のちょっとこうなんだろう、おとぎ話的な雰囲気もちょっとあったりとかして、日本らしい作品でまた面白いなと思いました。他の作品もすごくどれも見応えがありましてですね、でも5分や10分以内の本当に短い作品ばかりで、そんな中でいろんな世界観を表現できるのはやっぱりショートフィルムならではだなと思いました。ぜひショートフィルムでしか味わえない世界観を引き続き楽しんでいただけたらなと思います。